こんにちは、神宮寺宮根です。今回は可愛らしくて男らしい子供たちの相撲大会をご覧いただきます。東京都足立区にある玉ノ井部屋、朝早くから地元の人たちが集まりました。たくさんの親御さんたちが子供たちの応援に駆けつけていて、土俵の周りは熱気に包まれています。現役力士たちが稽古をする土俵で行う相撲大会、気持ちも引き締まります。なかなかの大相撲です。思わず見入ってしまいます。あ、観客の中に玉ノ井親方の姿を見つけました。4年前に先代から部屋を引き継いでからもこの相撲大会を続けています。ずっとこう地域の子どもたちをだいたい200人ぐらい呼んでですね、毎年この10月にやらせてもらってます。始まった時はまだ子どもたちが少なかったんですけども、だいぶこの足立区の教育委員会とかの方が動いていただいて、まあ、少しずつこう浸透しつつ、またこう楽しんで帰ってもらえることをこう我々は考えながらやってますので、まあ、良かったかなと思います、ね。はい、あと大会の後のお楽しみもありますもんね、お祭りが。そうですね、まあ、ちょっと今日はあいにくの雨でね、ちょっとかわいそうなんですけど、まあ、出店出ていろんなこう食べ物がありますし、まあ、部屋のちゃんこもありますし、まあ、終わった子たちはそれを食べてね、帰ってもらう、まあ、一つこう思い出がねできればいいですし、またこう1学年の子たちはまたずっと来年も再来年も、まあ、出てきてくれる子たちが多いと思うので、まあ、こうお相撲って面白いんだなと思ってくれるように、我々も努力しながらやってます。はい、どんなスポーツも地域の温かい応援が欠かせません。日本の国技相撲の世界もこうした取り組みを通じて地域の人たちとつながっているんですね。お祭りは力士の方たちと触れ合えてとても面白かったです。以上、神宮寺宮根がお伝えしました。